絶対に3連敗しない阪神、首位と2ゲーム差、小野瀬ファンの反応。三球塩見村上。もう横浜終わりだよ。また戸郷や正木出されるし。阪神の投手陣去年よりええんちゃうか。これで優勝できなかったらもう次はないで。大竹村上が頑張ってるとはいえ実績のないこいつらに通年の活躍期待するのは酷やし、西青柳が復活しないと去年よりは落ちるやろ。明日から阪神横浜の首位攻防か。阪神が3立てできたら逆転やけど巨人に連敗した横浜が嘘のように勝ちそう。甲子園で冷え冷えにされたヤクルト VS バンドで冷えてた中日の神宮決戦楽しみやね。阪神とヤクルトがお互い研究しまくった結果なのか、低打率かつ低防御率でどえらい塩試合製造機になってる。広島上がってきてるの不気味やわ。 DeNA も地味に落ちてきてるな。新井さんというか今の首脳陣の起用と交代が健常的すぎてビビるわ。不満なとこ全くないぞ。日曜日どっちが首位にいるんやろ。横浜は先発余ってるとは何だったのか。横浜は中日に強く、中日は巨人に強く、巨人は横浜に強い。ひたすら5割付近をうろつく新井さん。今年の阪神って明確な弱点ないし崩れそうな気配ないから優勝争いまで行くんじゃねえ。逆に言えば明確な強みもよくわからんけど。案外今世なんかな。村上は三塁守備下手すぎるし、メジャー行くなら一塁と両翼も守らせた方が絶対にええやろ。もっとすごいやん。D 案外独走してないな。直接対決でどうなるか。横浜は今までができすぎてたから揺り戻しやろな。ここからまた上がっていければ優勝見えてくるけど、どうなるやろな。伊藤将司の安定感やばいな。3年間ずっと抑えてるやん。コミュニティにて期待の選手や使ってほしい選手、試合の感想や他球団の話などファンの方々と盛り上がれたらと思っています。阪神ファンだけでなく他球団ファンの方もぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。